もう何個か得意技あるんで。宮田はタックルにヒット攻略の鍵を見出していた。予定より到着遅れます。いつもと変わらぬ表情、王者の貫禄を見せつける。一方、対戦相手の宮田は休むことなく体を動かし続けている。こっちこういうの、これ多分来るよね。来ると思うんで。しかし、ここで突如動き出す。人は明らかに変わっていた。ついに戦闘モードに突入した神の子。その気迫に狙うは慶応か、オリンピック選手が番狂わせを起こすのか。青コーナー160山本健闘のり。この戦いを制するのはチャンピオン山本健闘か、宮田和也。プロの荒波の中に飛び出して3年、ヒットと初対戦。県勢対決メインイベントを迎えました。山梨学院大学、小日本大学出身、宮田和幸。代々木のメイン、飛び込まれヒット試合開始のゴングと同時に猛然と宮田に襲いかかり、 KO 勝利を収めたキット。右膝と見せかけて左の強烈な飛び膝蹴りを繰り出していたのだ。狙っていた宮田はこの一撃で完全に失神。史上最速となる4秒で決着した。Yeah.